皆さんこんにちは。陸上自衛隊第14学隊です。本日はカルチャーイン草津コンサートにお越しいただき誠にありがとうございます。これからのひととき、私たちの演奏でお楽しみください。ご挨拶代わりにお届けしたのは草津節、そして NHK 大河ドラマ真田丸のメインテーマでした。それではここで本日の指揮者を紹介いたしましょう。陸上自衛隊第14学隊隊長渡辺博緑部です。申し遅れましたが、私本日の司会を務めます青山大輝三等陸曹と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。さて、次はパイレーツ・オブ・カリビアンで使用されていた曲をメドレーで演奏します。これまでに4作品が上映されていますが、5作品目も来年、ちょっと先の話にはなりますが公開となる予定です。ジョニー・デップ扮する主人公ジャック・スパロー船長のあのとぼけっぷりをまた見ることができるということで、ファンの方々は大変喜んでおりますが、曲の方も海賊というか海をテーマにしている映画です。非常にスケールが大きく、まさに吹奏楽にはぴったりな楽曲だと思います。それでは聴いてください。パイレーツ・オブ・カリビアン。Thank you.
はい、どうもありがとうございます。パイレーツオブカリビアンをお届けいたしました。改めまして皆さんこんにちは、音楽隊長の渡辺と申します。パイレーツオブカリビアン、先ほど司会の方からもちょっと紹介がありましたけれども、ジョニー・デップのですね、どんなピンチに陥ろうともこの持ち前の音ボケ、ユーモア、こういったものでそのピンチを出してしまう、このジャック・スパロー船長を見ていて本当に気分がスッキリいたします。もしまだこの映画ご覧になったことがないという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ本日お帰りの際は伝え経由でお帰りいただくことをお勧めしたいと思います。ただ今日私たちこうして自衛隊、3年ぶりですよ、私は初めてなんですけれども、2年、3年ほど前まで何回かこう、ちょっと演奏をやらせてもらってたんですけど、ちょっと何回か抜けて、また久々に復活して、こんなにたくさんの方、入場していただきましたことにありがたいと思っております。今日はですね、せっかくこの自衛隊の音楽隊としてここで演奏させていただきますので、次はですね、ちょっと自衛隊の音楽隊らしいというか、自衛隊の音楽隊にしかおそらく演奏できないんじゃないだろうかというちょっと珍しい曲を1曲演奏をお届けしてまいりたいと思います。攻撃というタイトルの付けられた曲なんですけれども、昔の軍隊がですね、戦争をやっている時の光景、まあ今はもう全然違うんですけれども、昔の軍隊が戦争をやっている時の光景を音楽で表現した曲です。大砲の音、ガンジュの音、鉄砲の音、飛行機の音、そういったものをそれぞれの楽器を通して表現いたします。まずは大砲の音から始まるんですけれども、今日はですね、せっかくですので私たちの駐屯地から本物の大砲を1台持ってまいりまして、先ほど後ろの方に接頭させてもらいました。まずはそれを一発、冗談ですよ、冗談今日はですね、あちらにあります大太鼓、あれが大砲の代わりになります。まあ本物ではないとはいえ結構大きな音が出ますので、皆さん心の準備をよろしくお願いいたします。それではお届けいたします、両者の曲、攻撃。
ありがとうございました。描写曲攻撃をお届けしました。続いてはディズニーの名作美女と野獣の歌、プロローグ、朝の風景、愛の芽生え、そして美女と野獣のテーマをメドレーでお届けします。絶世の美女と歌われたヒロインのエルが魔法で醜い野獣に姿を変えられた王子と真実の愛を見つけている、そんなストーリーになっております。それでは美女と野獣の世界、音楽でお連れしていきたいと思います。美女と野獣。
ありがとうございました。まさか途中本当に美女と野獣が出てくるとは思いもよりませんでした。失礼いたしました。さて次が第1部最後の曲となります。第1部最後はクラシック音楽から1曲演奏してみたいと思います。曲はフィンランディアという曲です。国の名前が入っているほどの愛国心あふれる曲で、途中流れる賛美歌はフィンランディア賛歌と称され、フィンランドでは第二の愛国歌として広く歌われている曲です。それではジャン・シベリウス作曲フィンランディアをお届けします。
了とさせていただきます。第2部でも楽しい曲をたくさん取り揃えておりますので、お楽しみにしてください。これより主催者によります抽選会が行われますので、そちらの方もお楽しみにしてください。